です。今日は見ての通り家で日常 Vlog を撮っていきたいと思います。ということで、タイトルにもある通りなんですけど、家でドローン飛ばすっていうめちゃくちゃ奇跡な日常 Vlog のタイトルになってると思うんですけど、実はドローンをゲッチしまして、ちょっとまだ見せないんですけど、ドローンをゲッチしまして、でせっかくなんで外でこう飛ばしたかったんですけど、まあ、今このコロナウイルスの、ね、感染拡大の影響でもう外出れないし、まあ、ちょうど僕が今これ撮影してる時って緊急事態宣言も出て、まあ、とにかく外に出れない状況なんですね。まあ、なんでせっかくこうドローンゲッチしたのに、まあ飛ばせないのでちょっとどうかなと思って、まあ、だったら家で飛ばそうということで今日は家で飛ばします。はい。でドローン自体もまだ開けてないし、てかまだ開封してなくて、中を見てないんで、そもそも開封動画プラスちょっと日常ビルみたいな感じで、ちょっといつもと違うテイストで撮っていこうかなと思います。ちょうど、この日常ビルを撮ってるんですけど、それとは別に動画クリエイターの自粛の仕方とか、自粛中の一日の過ごし方みたいな動画をまた別で撮ってて、なんでこのカメラとは別にもう一個カメラを設置して、そのちょっと撮影の準備もしないといけないんで、ドローンをまず皆さんに紹介する前にちょっとそれを設置させてください。はい、はい。ここに今見えるか分かんないんですけど、ドローンあります。まあちょっともう言っちゃうとマビックミニですね。 DJI さんのマビックミニの新しいドローンをいただきまして、これちょっとまだ開けてないんで後で紹介します。でさっき言った通りちょっとカメラをセットしないといけないんで、ちょっと待ってください。カメラセットします。ここにねいろいろね三脚とかねカメラとかあるんですけど、ちょっと手持ちこうやって Vlog しながらできないんで、ちょっと一旦固定しますね。ちょっと待って、はい、OK、ちょっとこれ準備しよう。I'ma get this paper like a shine on me. I got a bus that I'm rolling just to keep the time on me. I wish my brother Ollie see it shine. 準備できました。これで、こっちで、自粛中の一日みたいなやつを撮って、こっちで、ドローン飛ばす日常ビルを撮ります。クリエイターの裏側ですね。はいはいはい、やってきました。まあ、これマジでこの Vlog 撮る前からも本当に開けたくてこれ楽しめたんですけど、マビックミニです、DJ の。はい。あ、これ先にやっておきますけど、これ案件じゃないんで、はい。案件じゃないです。案件じゃないんですけど、僕は個人的にこれをちょっと、せっかくさっきも言った通り、外で撮影できないんで、ちょっと家で開けて、ちょっと実験してみようかなっていうだけの動画です。はい。すごいな。ワクワクするよね、こういうのって。男子なら分かると思うんですけど、こういうガジェットとか開けるときってめちゃくちゃワクワクしません？すごい。早速箱の中に箱っていうかケースが入ってます。 DJ マビックと書いてある、ケースがあって、中には他にはですね、これ多分アクセサリー系ですね。アクセサリー系の箱が何個か入ってます。とりあえずこの本体の方から開けましょうか。本体開けます。本体これすごいコンパクトだな。この中に本体が入ってるんでしょ、これ。すげえ。おー、ちょっと開けてしまった、開けてしまった。すごい、こちらでございます。ちっちゃ。こちら改めて紹介しますと、DJI さんのマビックミニですね。マビックミニというドローンで、日本モデルで、これ確か 199g なんですよ。199g でどれくらい軽いかわかんないと思うんですけど、本当に iPhone と同じくらい、もしくは iPhone より軽いくらいですね。それくらいちっちゃくて、で、大きさも iPhone と同じくらいですね。まあその厚さは違うんですけど、この縦の大きさといったら本当にポケットにしまえるぐらいの大きさですね。めちゃくちゃちっちゃい。でこれは中にいろいろ付属品がたくさんあるんですけど、これはバッテリーのチャージするやつかな、充電するやつかな、ちょっとわかんないです。お、これがあれですね、コントローラーというか、ドローンを操縦するやつですね。こんな感じで、おそらく携帯をここに入れて、アプリで、操縦するんだと思います。はい、あとは中に予備のプロペラとケーブル系ですね。こっちは HDMI ケーブルとかそういった類のものがたくさん入ってます。あ、分かった、これ何が入ってるか分かったぞ。この中に多分ケージがついてるんですよね。なんか確かこのマビックミニってこのプロペラにつけるケージというか保護なんかガードみたいなやつがあるんですよね。それが入ってると思うんですよね、こっちには。ここにある通りにこのなんか保護、なんていうんですかね、保護ケージみたいなやつがついてると思うんですけど、それかな。
お、すごい。こんな感じで開けました。すごいな、ちっちゃいな本当に。僕一度だけ大川悠介くんとコラボで山梨に行った時にマビックミニを一度使わせていただいたんですけど、その時もすげえちっちゃいなと思ってたんですけど、まあ、その時はあの空に飛んでるものを見てちっちゃいなと思ってて、ただ実際にこうやって持ってみると本当にちっちゃいですね。これが本当に空を飛ぶんかっていうぐらい小さいです。こいつを開けたいんだよね。あ、やっぱりそうですね。これが保護ケースですね。これこんな感じです。これを多分こういう感じで、まあ、つけるんだと思うんですけど、ちょっと待ってください。ちょっとこう汚くなっちゃったんで一旦整理します。はい、ということで一度全部並べてみました。このマビックミニを開けてみて第一印象として思ったことが、もちろんこの本体がすごい小さいっていうのもそうなんですけど、とにかく付属品が多くてすごい親切だなと思いました。バッテリーもこう3つついてるし、こういうケージだったり、あとは予備のプロペラと、とにかくすごい揃ってるなと思いました。これだけでこのキット1つ持っていけば、もう外とかでこうドローン撮影を楽しめるものとなってると思います。実際言ってなかったんですけど、僕普段外で撮影するときってドローンの映像をよく使ってるじゃないですか。あれ結構友達のドローンを借りたり、あの素材をねもらったりすることが多いんですけど、こうやってあの実際に自分でこうドローンを開封してみるっていうのは初なんですよ、実は。なので今すごいテンション上がってます。はい、でこういう感じで本体とかバッテリー以外にもこんなにいっぱい付属品揃ってるなっていうふうに驚きました。なので非常に幸せでございます。早くこれ持って撮影しに行きたいですね。はい、で一応ちょっと一個ずつ紹介していくと、一応このケースとこう本体がもちろんついてて、であとコントローラーですね、コントローラーのケースというかな、まあ、コントローラー、あとは、充電ケースと、先ほど言った通りこの保護するケースみたいなやつですね、とあとは、バッテリーが3つと、あと説明書と、あとは予備のプロペラですね、予備のプロペラと、まあ、あとは充電とかケーブル系の、付属品となっております。はい、かなり贅沢ですね。はい、ということで先ほど言った通り僕初めて開封するんでちょっと準備に時間かかると思うので、ちょっと今からドローンを飛ばす準備をしたいと思います。はい、Tell me who you know, who is you tripping for a follow? Ball in the air like Showtime or the Apollo. Puffing up your chest, the next thing you know is hollow. But well, hello, I've been swinging like some jello. You got one in the fun guy, he gets some portobello. So I guess I need some peace. ちょっと嫌な予感はしてたんですけど、充電しないと使えないっぽいんで当たり前だよって感じですけど、ここで本体とかコントローラーとかあとバッテリーを充電します。で、ちょっとこれが充電終わる前でにちょっと他のタスクをね今からしようと思います。How do people see you that can burn the man? 22 years on a personal brand. ある程度充電できたと思うので、今から飛ばす準備していきたいと思います。どうや。近所迷惑になるな、これ。Tell me who you know, who is you tripping for a follow? Ball in the air like Showtime or the Apollo. Puffing up your chest, the next thing you know is hollow. But well, hello, I've been swinging like some jello. You got one in the fun guy, he gets some portobello. So I guess I need some grease up on...Lord Jesus, I know I'm wrong. If you find favor upon me, could you please send me one little black baby like me along? She could be from Liberia or Congo. She could be a dark skin like Petey Yongo. Lord, I ain't picky picky, and I don't care if she too picky picky or she thicky thicky. You want a bigger from a boy band, girl? This ain't picky picky.いや、これ難しいな今実際に家の中で何回か飛ばしてみたんですけど、めっちゃ難しいですねこれ普通に壁にぶつけました。壁っていうか僕そっちの方に棚があるんですけど、そこのとこに交代の勢いがつきすぎてぶつかりました。めっちゃ焦ったマジで。このガードがあったから本当に良かった。これなかったらプロペラ1個破損してるんじゃないかなっていうふうに思います。実際にちょっとプロペラ大丈夫かこれ。やっぱドローン難しいですね。操作簡単なんですけど、実際にいいショットを撮ろうって思うとやっぱりそれなりの慣れが必要なんじゃないかと思います。ウィーンって離陸してから
こう録画したり、まあ、単純にこう上下左右とかはすごい簡単なんですけど、例えばこう1個の被写体をフレームに残したままこう旋回するとか、なんだろう、まっすぐ行きながらカメラをこう上にするみたいな、そういうちょっと高度なテクニックはある程度外で多分練習した方がいいので、多分家向きではないですね分かってたことなんですけど、はい、というわけで今日は家で、マビックミニドローンをね飛ばしてみました。で、本当にこのマビックミニって僕実際に飛ばしてみて分かったんですけど、すごい軽いってもそうなんですけど、本当にこの初心者でも多分ゼロからセッティングして飛ばすところまで簡単にできるんですね。なのでこれからドローンを買おうと思ってる方、もしくは悩んでてこう難しい操作が難しいんじゃないかとか予算がちょっととかいう方はマビックミニをおすすめします。値段も確か5万前後ぐらいで買えて、さっきも言った通り設定もすごい簡単なので、僕は初心者にすごいおすすめします。で、今日は飛ばしてみてすごい楽しかったし、やっぱこういう新しい機材をゲットしてこう開封して試すっていうのは本当男子ならやっぱすごいワクワクするんじゃないかなって思ってて、僕も今日実際すごいなんていうんですかね、子供の気分に戻ったじゃないですけど、おもちゃを開ける子供のような気持ちで、楽しみました。単純に個人的に楽しみました。で、やっぱり家の中でこう飛ばすって多分ほとんどの人しないと思うんですけど、まあ、今日は今日ですごい楽しくて家の中で飛ばしていろんな素材撮れたんですけど、まあ、やっぱり外で撮りたいですよね。こういうのは公園とか海とかでこう広いところで、まあ、存分に飛ばしたいんで、コロナウイルスが収束いつするかわからないですけど、まあ、終わったらぜひこいつを持っていろんなところに行きたいなと思います。なのでまた外行った時にこいつをどんどん使っていくと思うので、その時はまた動画楽しみにしててください。ということで今日はなんか異例の日常 Vlog というか、本当に家で日常を撮ってるっていう感じなんですけど、まあこういうテイストもたまにはいいんじゃないかなって思います。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。